ベティストーブベティストーブは、オランダロッテルダム出身の元女子、プロテニス選手。1977年のウィンブルドン準優勝者で、4大大会女子ダブルス6勝、混合ダブルス4勝を挙げた、名選手である。身長180センチメートル、体重70キログラム、右利き。WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス11勝を挙げた、オランダ貴婦人を意味する、 ダッチェスという継承で呼ばれた。ストーブのテニスは強力なサーブとボレーを大きな武器にした。ストーブの現役選手生活は1964年から始まり、この年から女子テニス国別対抗戦、フェデレーションカップのオランダ代表選手となる。彼女にとって最大のハイライトが訪れた1977年のウィンブルドンでは決勝戦で、 地元イギリスのバージニア・ウェードと対戦することになった。試合当日は地元選手、ウェードの応援のため、会場はかつてないほどの熱気に包まれた。ストーブもオランダ人女子テニス選手として、最初のウィンブルドに優勝者を目指し、第1セットを6から4で選手したが、続く2セットを3から6、1から6の逆転で落とし、結局6から4、3から6、 1>, 1から6のスコアで準優勝に終わった。優勝したウェードはイギリス人選手として現時点で最後のウィンブルドに優勝者になったがストーブの後にも4大大会の女子シングルス決勝に進出したオランダ人選手はまだいない。同年は全米オープンでもシングルス準決勝に進出したが第1シードのクリス・エバートに3から6、5から7で敗れた。ストーブは ダブルスの名手として知られ、1972年に4大大会の女子ダブルスで年間3冠獲得を達成した。そのうち、全仏オープンとウィンブルドンではビリー・ジーン・キング夫人とペアを組み、全米オープンではフランソワーズ・デュールと組んで優勝している。その後、ストーブはデュールとペアを組むことが多くなった。このペアが、 1975年ウィンブルドンの女子ダブルス決勝で沢松和子とアン・キヨムラ組に5から7、6から1、5から7で敗れた相手である。混合ダブルスではストーブはフルー、マクミランと組んで4勝を挙げた。ストーブのシングルスキャリアとフェドカップ代表選手の経歴は1983年で終わったが、ダブルスの試合には1985年まで出場していた。 現役引退後は国際テニス連盟の経営委員を務めたこともある。また、1980年から1990年までハナマンドリコワのコーチを務めたこともあった。ありがとうございます。